こんにちは、服部幸男です。今回はね、私ね、シュークリーム、これをね、ぜひ作ろうかなというふうに思います。ただシュークリームってね、フランスのやつってね、皮が硬いのよ、ガリガリガリって。あれ僕苦手なの。にゃっとしたやつが好きなのよ、僕はね。ということでね、今日はね、柔らかいやつね、これね、僕が好きな方をね、作っていただくことをね、お手伝いしていただこうかなというふうに思ってます。それでは臼井先生、来てください。はい、先生、よろしくお願いします。はい、こんにちは。はい、どうもどうも。成果担当の臼井です、よろしくお願いします。今日はね、僕の好きなね、ホワンホワンとしたね、柔らかいシューのね、あの周りの皮、はい、あの作り方と、カスタードの卵の多いやつが好きなのね。昔のね、なんか懐かしい日本のね、シュークリームがいいんだな。ぜひよろしくお願いします。はい、それではシュークリームを作っていきたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。はい、まず最初にシュー生地を作る前に、シュー生地を絞るための天板の準備をしていきたいと思います。はいはいはい、天板はご家庭にあるもので何でも大丈夫なんですが、そのままシュー生地を絞ってしまうとくっついてしまったり、あと逆に外れやすかったりとかすると良くないので、アルミホイルを1枚ここに、あ、そこに引きますね。はい、引いていきます。はい、今日用意したのはショートニングになるんですけれども、これバターであったりとか固形の油脂が望ましいので、サラダ油とかではない方がいいです。代用としてはバターがいいかなと思います。で、天板に直接このような形で塗っていきます。あ、手で塗るわけ。はい、これ手で塗ってしまいます。アルミホイルを貼っていきます。なるほど。はい、でこういうキッチンペーパーがあるとすごく綺麗に貼れますので。はい、綺麗にね、中心から外に向かって、はい、うん、皆さん下準備が、ね、重要でございますよ。はい、さらにこの上にこのショートニングを塗っていきます。あ、さらに、ね、はい、さらにこの上に塗っていきます。はい、こんな形で、こんな形ですね。で、薄く綺麗に塗れましたら、これで準備完了です。はいはいはい、では生地を作っていきます。シュー側の方ですね、皮を、はい、僕の好きな柔らかいやつ、ね、はい、先生がお好みのタイプで今日はいきたいと思います。で、そこで重要になってくるのが水分量、牛乳とかを使うことも多いんですけれども、柔らかいタイプを使い、作っていくので、今日お水を準備してます。あ、普通は硬くなるの、はい、あれは牛乳を入れるから形。そうですね、牛乳も入れますし、お水も入れますし、いろんなタイプが。で、ここに、油を入れていくんですけれども、今日は無塩のバターを使っていく。はい、ここ塩の入ってないやつですね。はい、無塩です。はい、無塩です。これを、はい、スープだとかね、ソースだとか全部ね、はい、無塩とね、有塩があるんだけど、お菓子はもうほとんど無塩だもんね。そうですね、学校で使ってるのはほとんど無塩に、うん、はい、なります。で、さらにここに今日は太白ごま油を入れていきます。うん、ごま油なんだ。はい、香りがまだついてない、焙煎をしていない状態のごまを抽出したものになるので、うん、サラダ油、ご家庭でしたらサラダ油で代用も大丈夫です。ただこの太白ごま油にすることで、より軽くふんわりした校長先生の好みのタイプにあれは太白だったのか近づきますので、今日はこれを使用しています。はい、で、あとは少し味付けになるんですけれども、グラニュー糖ですね。グラニュー糖、はい、これも全部この中に入れていきます。はい、で、あと塩、バターに入ってないですので、こちらで塩を入れていきます。あ、まあ、基本的にはこれ今6個分のね、はい、シュークリームを作る量なんだそうですよ。うん、はい、はいはい、で、この中に全部入りましたら、ここから火にかけていきます。それでは校長先生、はい、お鍋を火にかけていくんですけれども、はい、まず弱火で、弱火でね、はい、バターを溶かしていただいてもいいですか。はい、だん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 溶けましたよ。はい、これ綺麗にそのバターが消えるような感じがいいの。はい、しっかりもう溶かしていただいて、溶かしましたらまたちょっと火を強めて、うん、今度は水分を完全に沸騰
させていきます。あ、そうなんだ。はい、そこがシュークリームの中で一番のポイントになります。はい、はいはい、沸騰してきましたよ。はい、あ、じゃあ校長先生、沸騰しましたら火を止めてください。はい、止めました。それですぐに粉を入れていきます。先生、そこで大丈夫ですので、一度火を止めましたら、薄力粉ですね。はい、薄力粉です。 何グラムか。はい、こちらが、はい、ごめんなさい、薄力粉がちょっと失礼しました、48グラムになります。火を完全に止めた状態で薄力粉を入れたらすぐに混ぜてください。はい、ちょっとここでダマになるような感じがすると思うんですが、必死に混ぜていただくと、はい、そうするともう本当に徐々にまとまってきます。しっかり火を入れたことによってこんな形で固まってきます。いい線いってるじゃないですか、これ。はい、ね、先生ありがとうございます。はい、そしたら先生、もう一度火にかけていきます。もう一度、はい、先生弱火でお願いします。はい、はい、でここでまた小麦粉にしっかり火を通すということで、あのお餅とかと一緒でしっかり火を入れてあげることによってオーブンの中で膨らむ原理をここで、あ、そうなんだ、はい、作っていきます。じゃあこれ火ちゃんと入れないと膨らまないわけね。はい、じゃあ先生こんな形で、いいですか。はい、大丈夫です。やったやった、ありがとうございます。で目安になるのはこんな形で、鍋底がちょっとカサカサっとしてくる程度がポイントで、はい、校長先生ありがとうございます。この後卵を入れていくんですが、今熱々の状態ですぐに卵を入れてしまうとこの卵に火が入ってしまって入り卵状態になってしまいますので、ちょっとこのような感じで遊ばせてあげて粗熱を一回取ります。あとは周りのお鍋が熱いのでこんな形でちょっと熱を取ってあげるといいです。今日は2個分を入れていきます。でここなんですが、一気に2個分入れてしまうと生地の硬さがもしかしたら柔らかくなりすぎてしまうっていう可能性がありますので、半分ずつ入れていきます。はい、はい、はい、ですね。で半分入れましたらここで混ぜていきます。すぐにまとまってきます。なるほど、はい、でこれまた入れるんですね。はい、徐々に入れていきます。どのくらいを目指すかと言いますと、この生地が落ちるときに綺麗な三角形になるのを目指していきます。はい、それがちょうどいい硬さになります。今の全然ダメでした。ありがとうございます。はい、これ緩くなりすぎてしまうと、あの小麦粉に火を入れてますので、ただの小麦粉ここに入れただけだと元に戻せないんですね。なるほど、はい、はい、まあ、力強いこと。しっかり混ぜていきます。結構重量だね。そうですね、これでも6個分ですので全然量は少ないんですが、しっかりと入れます。はい、先生硬さを一度確認します。そうかそうか、ちょっとまだ三角形には程遠いですね。先生全部入れてしまいます。よっしゃ、はい、ありがとうございます。やれやっ、どうでしょうか。 やったすごいすごい、はい、こんなような形でなりましたよ、三角形に、ね、それでは生地が出来上がりましたので、こちらの、はい、絞り、はい、絞り袋に入れていきます。今日は絞り袋の口の先に丸の口金の、直径1センチのものがついています。これで目安になるところにちょんちょんと印をつけてあげると、はいはい、なるほど、失敗なく等間隔に絞れます。ここからぐーっと絞っていきます。ずっと同じ位置で、で最後止めていただいてからスッと抜いていただくと角が立たずに、はい、絞れますので、先生絞っていただいてもいいですか。早いな、随分。すいません。何かね、はい、先生出てきた、出てきた、はい、でまっすぐですね、先生真上からぎゅーっと同じ位置で動かさずに、動かさずに、そうなんです、先生動かさずになんだ、はい、
こうやる。はい、先生もう一回行きましょうか。一回止めていただいて。いやこれ失敗じゃないですか。はい、先生じゃあもう一個だけ。でもう一個。はい。ま、先生同じ位置でグーって。同じ位置で。はい、同じ位置で、はい、グーっと寄っていただいて、で止めてスッと抜く感じです。はい、だけどちょっと違うような気がするな。先生難しいですかね。じゃあもう一度目。OKOK、お願いします。まっすぐですね。まっすぐね。天板に対してごめんなさい。はい、まっすぐ2センチ上から。2センチ上からで、ずっと位置を変えずにぎゅーっとです。ああ美しい、美しい。ありがとうございます。止めていただいてからこう横にずらすように抜いていただくと角が立たない。なんでこう違うの。先生お願いします。お願いします。また動いちゃうんだよな。なんどうなってんだこれ。違うとこ行っちゃうよこれ。先生ストップで大丈夫。難しいですかね。どうしましょう最後。そしたら私絞っても大丈夫ですか。あ、いいですよ。先生絞ります。いやいやもう絞りません。絞らせていただきます。真上からですね。これでギューッと絞っていただいて、で止めてあげて抜きます。で生地まだ残っていますので、残った生地足す時なんですけれども、このように絞ったものの中に口金を刺してあげるとギューッとサイズアップできますので、これまた刺さないと雪だるまみたいに上に行ってしまいますので、足すときは必ず口金の先を入れてから膨らましてあげるっていうのがポイントになります。こんな形でトントンと優しく成形をしてあげます。これ必ず手にお水をつけないと生地が手にくっついてきてしまいますので、この作業をねしていきます。なるほど。はい、これも一つ大切なポイントでして、霧を生地の上に吹きかけてあげます。乾燥をせずにゆっくり生地が持ち上がってくれますので、乾燥防止のために霧吹きをしてからオーブンに入れます。はい、結構かけていきます。こんな感じですね。はい、ダイナミックだね。ありがとうございます。はい、これで200度のオーブンで25分間調整していきます。はい、どのくらい量入れるかわからない。だいたい6等分していただいて。はい、いいね。ありがとうございます。いいや。はい、この味なのよ、この味。